1905年の広告クエーカーオーツカンパニーは、グラノーラや朝食シリアルを製造するアメリカの企業名。本社はイリノイ州シカゴ。1901年にオハイオ州ラベンナのクエーカーミルカンパニーた3つの製粉会社が合併してできた会社である。1971年の映画、夢のチョコレート工場の制作にも協力した。2001年には、 ペップシコと合併して勢力を広げた。ロゴにはクエーカーの男性を使用しているが、これは競技で誠実さを重んじるクエーカーを企業の象徴としたもので、キリストとも会と同社とは無関係である。持ち運びに便利なグラノーラのキャンディバーやシリアルバーも製造している。 オートミールは煮て調理する普通のものと湯を注ぐだけで食べることができる。シナモンなどが入ったインスタントのものがあり、クエーカーライスケークスなどのスナック菓子や飲料なども製造する。一時期日本でも雪印乳業株式会社と業務提携、雪印乳業を通じ販売していたが、2010年7月31日、限りで業務提携を解消、商品販売も終了した。 1982年にゲーム会社である US Games を買収し、当たりの当たり2600向けゲームソフトの開発、販売事業に異業種参入した企業となった。クエーカー・オーツ・カンパニーはシリアル会社であり、ゲーム制作に関しては素人だったため、1983年に US Games が倒産するまでの短期間に14本もの VCS ソフトを乱造。 タワーリング・インフェルノ等の初期作品では大規模な広告や CM 戦略、自社製品とのタイアップを実施して多くのソフトを売り上げたため、当たりショックの影響が大きくなる一因を作った。朝食シリアルその他の朝食用食品、ありがとうございます。